こんにちは、総価塾の久保です。私ね、筋トレをしていてね、ジムを選ぶときにどんな実績を出した人がいるのかってことで、そのジムに行くかどうかを測ったりしましたね。で、学習塾でもそうですよね。やっぱりね、100人に1人しかそうなっていなくても、その100人に1人がいるからよしって思うところがあるんですよね。で、逆に考えて100人が9割もしくはね 100% うまくいくところなんてどこ探してもないんですよね。どういう世界でも、どういうジャンルでも、どういったものでも、やっぱりうまくいく人って一部なんですよ。これ裏を返せば、そのちゃんとやる人が一部ってことなんですよね。だからもうこれはね、吉谷さんが言われた通りなんですよね。吉谷さんが言われた通り、実績が出た人がいればどんどんね出すべきだと思います。それによって多くの人に夢とかね、やる気とかね、光を与えることになると思うんですよ。そういう意味で言うと、私あんまりね、実績を出した人のことはね、取り上げないんですよね。まあだから、取り上げてドーンと打ち出すこともないでもないんですよ。塾生さんからの声みたいな形で私やったことがあってね、これ塾生さんからの声を YouTube で紹介したいんで、お願いしますってやったら200件ぐらい届いて、それでね、なんか1週間ぐらいなんかずっとそれを紹介しなくちゃいけなくなったみたいなことがあってね。で、実際に具体的にいくら稼いだとか、何々失った分を全部取り戻したとかね、そういうことを書いていただいたりとか、感謝されると本当嬉しいなと思うんですよね。その反面、そうならなかった人の焦りとか妬みってものも私無視しちゃいけないと思うんですよね。確かに、そういったところがね、聞こえてくるところもありますからね。はい、話題変わりますけども、電話ってむちゃくちゃ迷惑ですね。こっちの都合を考えずにかけてくるでしょ。だから自分さえ良ければいいっていう人が電話かけるんだと私は思うんですよ。で、電話じゃ困るんでメールでお願いしますって言ったら、例えばね、いやメールわかんないんでって、わからない人にわかる人が合わせないといけない、このね、もどかしさ。困ったもんだと思いますよ。心からね。で、電話に出てしまう私もお人よしなんでしょうね。電話に出るから次もかけるんでしょうね。だからね、人ってのはね、自分に合わせろ、自分に合わせろって来るわけですよ。まあ逆を返せば、私はね、電話困るんでメールにしてくださいっていうのは自分に合わせろって言ってるんだと思いますけどね。どっちもどっちということでございました。それではね、今日は以上です。